ドンファン所属の軽巡洋艦ハルビンだ。なんだ、私がここにいるのに驚いたか。人生は狂気がつきものだ。ともあれ、私と私の艦砲は指揮官をがっかりさせないさ。ドンファンの軽巡洋艦ハルビンだ。あんたがここの指揮官か。ふーん、元気はつらつでガタイもよし。いいだろう、これからは私が面倒見てやる。おはよう指揮官、今日は手を貸せることはないか。臓器を使わんでいいから何でも言ってみな。指揮官、変に気を使わないで、何かあったらそのまま話してみな。回りくどいのは勘弁だぞ。指揮官、仕事から上がったらちょっと酒でもどうだ。もちろん他の飲み物でもいいぜ。一日頑張った自分をちゃんとねぎらわないとな。いいは白毛をいとわず、ナマスは細かきをいとわず。ハイテンのやつはそう小うるさく言ってくるし、実際あの子は唐辛子を自分で入れてるが全く平然としてやがる。私にはご飯は腹いっぱい食えるかどうか、それが一番大事さ。計略を巡らしてから同時、手を出す前に資料を幾重も重ねるのは前輩だが、私はまあその真逆だがな。暇で暇でしょうがないなら、私の持ち芸の漫才でも披露してやろうか。戦闘以外にも芸をそこそこ持ってる口だぜ。ほほう、いい度胸してんな。さてはぶん殴られる覚悟ができているのか。新しい任務か。任せろ、今しっかり手配してやるからな。上出来だな。報酬の分配は私に任せて、あんたはもう休んできな。ついでにメールを持ってきたぜ。早めに確認してくれよな。ずっとバタバタしてて疲れたろ。後で息抜きにどっか連れてってやろうか。風呂に入って背中流してもらったり、マッサージしてもらったりとか。お、どうやら仲間たちが遠征から戻ってきたようだ。指揮官、ねぎらいの席でも用意してやりな。ちょっとうずうずしてきたな。私の後に続け。ふん、弱すぎる。私の背中流し役にすらなれまい。私に任せて先に逃げな。これでも食らいな。やれるもんならやってみな。兵に能力がなくても一人だけの問題で済むが、少数に能力がなければ全軍が終わってしまう。あんたは指揮官なんだから、ちゃんとしな。暇なら私の世間話にでも付き合わないか。何恥ずかしがってんだ。おしゃべりってのは腹を割って話すもんだ。相手に近づくには膝を突き合わせて、一日中じっくり話すのが一番だぞ。
休日は何して過ごす？私は仲間を連れ回して気分転換して、ついでに酒とつまみでも適当にな。すっきりできていい気分になるぞ。そうだ、せっかくだし今から実行しようか。指揮官、今から出かけようぜ。どこって、そうだな。敵でも探して、ぶん殴りに行かないか？ん？危ないじゃないかって？私がついてるから平気平気。指揮官、もう私のものにならないか？針の山でも火の海でも一緒に突っ込んで、儲けも損も一緒だ。ピンチになったら、もちろんこの私が守ってやる。波乱万丈の恋愛って、こういうもんだろ？腹をくくったようだな。が、ここだとやっぱりちょっと寂しいな。今度は吉日でも選んで、仲間全員を招待して祝宴を設けようじゃないか。あんたがこのハルビンの相方だって、全員に紹介しないとな。おはよう、指揮官。ちゃんと食ってるか？ん？腕を絡めたことか？なんでもないさ。ほら、私たちの仲だろ？指揮官、仕事あまりはかどってなさそうだから、ほら、酒を持ってきたぞ！悩みを溜め込まないで、遠慮なく私に吐き出してみな。母校に飲める奴が多いと聞いたが、噂通りだな。指揮官、今度の飲み会には絶対参加するんだぞ。この前サディア寮を見学したが、とんでもない広さの大浴場があったな。しかも誘われて一緒に使ったんだが、いや本当にすごかったな。あんたも私みたいに偽装を装備できれば敵陣に突っ込めたものを。まあ、今は丸腰だから、おとなしく私に守られていていいぞ。私にも、あんたを引きつけるものがあるってことか？新しい任務だ。息抜きまでのワンセット。一緒にどうだ？あんたもデスクワークばかりじゃ、錆びついちゃうもんな。任務完了っと。私と指揮官は息ぴったりだな。この調子で報酬も確認するぞ。お疲れ。あんたの行きつけの店、貸し切りにしてあるから、振り返りが終わったら行こうぜ。あ、それとも先に風呂入ってさっぱりしてからでもいいか？委託に出かけた仲間が戻ってきた。どれどれ。よし、これでいいおつまみを用意できそうだ。先陣は私が！圧倒的勝利！これは帰ったら祝宴だな！ここでやられても仲間には指一本触れさせん！デートとかなんとかが関係をぐっと近づけるって聞いてな。こうしよう。あんたが気になった料理屋さんを選んで、私が貸し切りにしてもらう。
そこで一緒に思いっきり飲み食いするのはどうだ？違う？なんか間違えたかな？小説とか参考にしたのにな。腹をくくったようだな。が、ここだとやっぱりちょっと寂しいな。今度は吉日でも選んで仲間全員を招待して祝宴を設けようじゃないか。あんたがこのハルビンの相方だって全員に紹介しないとな。